ね、すいません。ショールーム審査の時はラジオ配信でやらせていただいてて、無事 NMB48 に合格することができました。ありがとうございます。皆さんね、はい、応援してくださってた皆さん本当にありがとうございましたね。初めての方も初めまして、これからよろしくお願いします。はい、にゃんちゃんお久しぶり。久しぶりです。嬉しい、ありがとうございます。嬉しいね、嬉しい。おかえりなさい、ありがとうございます。わあ、すごい、あのショールーム審査の時に来てくださってた方がたくさん来てくださってて嬉しい。おめでとう、待ってた。嬉しい、ありがとうございます。前髪切った？いや、切ってないです。切ってないんですけど、ちょっとあの気合を入れてちょっと巻きすぎちゃいました。はい、そうですね、9期生最後のリレー配信ってことで、はい、皆さんたくさんコメントお願いします。応援してたからまた会えて嬉しいよ。私も嬉しいです、ありがとうございます。こんばんは皆さん。はい、ね、私もあやみ、今日はあやみからスタートだったかな、あやみからスタートで、あやみの時から実はちょっと隣の方で見させていただいてたんですけどね、ちょっとあのほのぴーとかみんな面白すぎてちょっとあの笑っちゃってたんですけどね、すいません皆さん、あの後ろでクスクス笑っちゃってすいません。ちょっと私本当にゲラなんですよ、めっちゃ笑うんですよ。あの姉妹揃ってゲラ姉妹で、もういつもお母さんに怒られても、あの怒られてんのに笑って怒られるっていうのがしょっちゅうあります。そうなんですよ、みんなで、まあ、監視っていうか、まあ、みんなでね応援してました、前で。はい、ほのぴーの時笑いすぎ、すいません。もうね、ほのぴーの全てが私ツボなんです、すいません。タワー、タワー、ありがとうございます。待って、ありがとうございます、嬉しい。ちょっと待って、これどうやって見るのよ。ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい。皆さんありがとうございます、たくさん、有料ギフト、もうありがとうございます。皆さん星もたくさん投げてくださってありがとうございます、嬉しいね。たくさんコメントもありがとうございます。あなたの夢も犬かい。あ、そうなんですよ、ちょっとね今日あのゆかの配信を見られてた方は分かると思うんですけど、あの将来の夢何ですかって聞かれて、あのまさかの犬ですって答えたんですよ。どう思いますか皆さん。ちょっともう笑っちゃいました本当に。まさか犬になりたいっていうとは、ちょっと面白かったですね。犬になりたいみたいです。何の犬種になりたいんですかね。家に帰ったらちょっとね、事情聴取したいと思います。夢があるね、本当にちょっと面白いですよね。姉妹でね、全然性格も違うし、本当にあの顔も似てるんかな、なんか姉妹かなって思うぐらい性格も真逆です。はい、皆さんありがとうございます。最近一番笑ったことは、もう9期生のみんなが面白すぎて、もう毎日あの大爆笑してます。今日もなんか一番何が笑ったかって言われたら、ちょっとあの思い出せないぐらいずっと爆笑してます。だから皆さんもね、あのお話し会とか来てくださって、あのちょっと面白いこととか言ったら、もうお腹抱えて大爆笑してると思います。はい、たくさん応援するよ、ありがとうございます。最近一番笑ったのは浴衣の犬になりたい発言です。私ももうめっちゃ笑いました。もうあの聞こえたらあかんと思って、めちゃくちゃあの口を押さえて、あのめちゃくちゃ笑ってました。ごめん撮りますね、ありがとうございます。
毎日ね、あのブログにはね載ってないような、あの今日何食べたとか、すごい些細なこととかだったり、いろんなことをね送っているので、よかったら皆さんもよかったらお願いします。自己紹介ぴったりで大好きです。和歌の魅力を分かってほしい。和歌の魅力を分かってほしい。ありがとうございます。旧期生人見知りしないイメージ。確かにみんなめっちゃコミュニケーション力が高くて、そうですね、もうすぐに仲良くなれて毎日楽しいです。にぎやかでお話し会コスプレするしますよ。とね、あのブログの方とかにも写真を上げさせていただいてるんですけど、あのメイド服だったり、あと何すっけ、うさぎぴょんぴょんわかとか、すごいいろいろ企画してるので、よかったら皆さん遊びに来てください。もばめ癒されてます。嬉しい、ありがとうございます。合宿楽しみですか？はい、めちゃくちゃ楽しみです。ずっとね、旧期生みんなで泊まりしたいな、いつかみたいな話を実は最近してたので、こんなに早くね実現するとは思ってなくて、すごい楽しみです。はい、皆さんもねよかったら見てください。ちなみに若田の夢は、でもゆかとは全然違って、なんかすごい現実的というか、まあ、そんな犬になりたいとかではないんですけど、すごいあの世界中の人をあの幸せに笑顔にできるような人になりたいっていう、すごい大まかな夢です。はい、すいません、なんか面白くなくてすいません、はい、姉妹で争った一口ケーキ争いはどちらが勝ったの？それがあの姉妹で争うことが多すぎて、実は私そのケーキの話を覚えてなくていつのことやろうっていう、私の最近食べたケーキっていつやったっけっていうレベルで、ちょっと、はい、でもいつもねあの食べ物の取り合いはよくするんですよ。でなんかまあ早いもん勝ちですね。食べて、じゃあ取ったんで若が食べるねみたいな感じで食べてます。NMB は誰推しだったの？ NMB はもともとは山本彩香さんと出口結菜さん推しでした。はい、すごい今もすごい憧れている先輩です。はい、お話しか行くぞ、ありがとうございます。そういや旧期で同期がいないの、若だけやったっけ、その辺どう？そうですね、同級生がね同期にいないんですけど、すごいあの年の差、いい意味で年の差を感じないくらい、みんなすごい何やろ、大人っぽいし、なんか子供っぽさもあって、まあ私が精神年齢が低いっていうのもあるかもしれないんですけど、すごいそうですね、高校生のみんなと全然年の差感じないですね。はい、合宿皆さん見てくださいね。若田のお話会行ってみたい、ぜひ来てください、待ってます。絶対に遊びに来て後悔はさせないので、皆さん遊びに来てください、よかったら。すいません、コメントは。キューキーは MC 面白そうよね。確かにみんなめっちゃ面白いですよ、本当に大盛り上がりになりそうですね。いつもみんなで話してても、もうあちらこちらでみんな大騒ぎみたいな感じで、すごい楽しいですあと5分、ありがとうございます。ほのぴーはお笑い担当じゃないって言ってたけど、お笑い担当やな、お笑い担当ですねゆうみ先輩のレッスン受けましたか？受けましたよ。ゆうみさんもめちゃくちゃ優しくて、
お手本でダンスを見せてくださったことがあったんですけど、もう上手すぎて見入っちゃいましたね。ずっと見ていたいっていう感じでね。僕もユミさんみたいに踊れるようになりたいですね。お話し会行ったことはありますよ。お話し会姉妹でエレベーターでビビる話好き。ビビってはないんですけど、はい、すごいね、気さくに走り行かないでって言ってくださって、はい、すごい優しいです。先輩と喋れたりしましたか？全然まだお会いできてなくて、お話も全然させていただいたことはないんですけど、いつかね話してみたいですね。はい、大学生？そうです、大学生です。リオピのおでんネタありがとうございました。ね、びっくりしました。私も静岡おでん、魚の粉かけるんですね。すごいびっくりしました。ね、こんばんは。あと何分か、あと3分、あと3分ですね。早いですね。3分経つの、3分経つのじゃない、15分、あっという間ですね。新しく振りコピを覚えたのある？そうですね、振りコピでも NMB に入ってから、その NMB の曲をいっぱいやるので、もう毎日振りコピっていうんかな、毎日すごい好きな曲をいっぱい踊れて楽しいです。13分だよ、ありがとうございます。じゃあそろそろね、壇上を読みたいと思います。はい、これはこれどうやって、あ、じゃあいきます。3位、アルダさん、ありがとうございます。いつもね動画とかいっぱい上げてくださって本当にありがとうございます。トモタンさん、トモタンさんもありがとうございます。この前もねショールーム配信の時もね、ありがとうございました。わー、1位、ダンナッチさん、ありがとうございます。本当に審査の時からありがとうございました。もうありがとうございます、本当に。はい、ありがとうございます。はい、そうですね、結構暗記力は得意だと思ってるので、はい、皆さん覚えてますよ。ありがとうございました。もう15分かな、あと1分。はい、皆さんこれからねまた配信もいっぱいしたいなって思ってるので、よかったら遊びに来てください。はい、全然まだまだ話し足りないんですけど、はい、皆さんまた会いましょうね。ありがとうございました。じゃあバイバーイ、おやすみなさい、バイバーイ。出てますの。ありがとうございました。